どうも、魚屋です。魚食スペシャリスト検定公認、魚 TV。 どうも、魚屋でございます。魚食スペシャリスト公認、魚 TV でございますね。あれ、やってるよ。いいの？タイムラグがあるんじゃないですか。あ、そうなんだ。ということで始まりました。はい、はい、小倉さん、はい、こんにちは。はい、こんにちは。ね、魚 TV ということで第1回でございますけどもね、魚に関するいろいろな話をですね、生田義和さんと一緒に続けていこうというふうなことでですね、はいはい、ちょっと今噛みましたね。すいません。はい、あまりに絵が遅れてくるんで何だか分かんなかったんですから、ね、なんかよく分かんないね。随分タイムラグあるもんですね、やっぱりね。そうですね、はい、うん、で、生田さんとですね、私小倉とで、はい、皆さんの魚に関する食事の仕方、はい、これをいろいろ考えていこうじゃないかということで、はい、生田さんはどういう方なのかっていうのちょっとご紹介をさせていただきたい。あの、政治家じゃないことは間違いないです。はい、生田さんはですね、あの、築地のマグロ問屋さん。はい、マグロ問屋です。はい、ね、マグロ問屋さんでらして、はい、もう3代目さん。3代目です。はい、で3代目のマグロ問屋さんであって、はい、でお母様方のご実家はうなぎ屋なんです。日本橋のうなぎ屋さん。そうそう、日本橋のうなぎ屋さんで、築地のマグロ屋と日本橋のうなぎ屋が結婚したらできた子供がこういう子供なんです。うなぎマグロ、うなぎうなぎマグロ、昔うなぎ犬っていたけどさ、あ、いましたね、うん、はいはい、でそのうなぎマグロな生田さんに、はい、まあ、毎日魚にこうね、はい、お仕事として、そうですね、触れてますね。はい、でそんな中、魚食検定っていうのをお作りになった、はい、やっちゃいましたよね。悪ノリもいいとこだよね。いやいやいや、あ、魚食検定、はい、ちょっとここにね本がありますんでね、これご覧に入れてあります。はい、はい、こちら、ね、魚食スペシャリスト検定というやつですね。魚食スペシャリスト検定ということで、はいはい、生田さんがですね、これ、うん、生田さん何、会長、国際魚食研究所の社長。あら、それで、NPO 法人魚食文化の会の理事長。理事長、うん、それで今うちのおふくろのグループホームの家族会会長。蝶が好きや、何でもいいんだ俺は。蝶が大好き。もうダッチョウでもモチョウでも好きだもん。そんな生田さんがですね、こちらの本をね、作った理由というのが、はい、やっぱり日本の伝統的な食文化を継承する、はい、ということを、はい、その通りでございますよ。はい、掲げて、はい、だからね、俺ら貸し行くようになったでしょ。だからね、これそもそものこと話しちゃうとですね、私ね、魚大っ嫌いだったんですよ。またいやいや、本当にまたね、うちは魚屋ですって挨拶しといて魚が大嫌いって。俺ね、だってガキの頃魚なんか食ったことないもん。そうなの。うん、本当本当、大っ嫌いだったでね。ちょっとうちわの話になっちゃうけど、うちの家シュランだったのよ。また絡みづらい話しましたな。うちの親父知らんで年中酒飲んで暴れてたの、はい、だ大嫌いだった親父のこと、うん、それでその反発もあって俺魚多分食わなかったね。へえ、うん、なるほどね。 それがまあだからなんで継いだかっていう話しちゃいますよ、はい、いいですか。いいですよ、はい、ね、私が高校1年の時ですよね。本当にうちの親父がで体の具合悪いって病院行ったんですよ、はいはい、ね、で病院行って帰ってきたらうちの子は泣いてるんですよ、はい、それで親父とおふくろがそこに座って、お前吉勝いいからお前そこに座れと。で座りました。そしたらおふくろがおろおろ泣きながら、いや実は今日病院行ってきたらね、俺はあと5年の命だよね、あと5年しか生きられないから吉勝悪いけどお前魚屋積んでく、ついでくんねえかと言われたわけですね。でそこで俺弟もいたしさ、なんとなく男気を出してですよ、よしよかった親父な、俺もいいようにやら育てられたから、じゃあ俺も頑張って貸し行くわとで継いだわけですよ。そしたらその親父がですよ、死んだのがですよ、僕が47歳の時。ずいぶんお元気に。30年も生きやがったあの野郎。いやいやいや、はいはい、30年も生きやがってですよ、はい、本当にだからね、結局私まんまと騙されて魚屋になっちゃったってやつですね。なるほどね。だからもうで自慢じゃないですけど、私結構いい学校行ってたんですよ。はいはいはい、お坊ちゃんで有名な、ね、お坊ちゃんで有名な行政っていうんですよね、はいはい、フランス語で言うとレコール・デュ・レトワル・デュ・マタンという 会社じゃねえや学校なんですけどね。えらい長い名前の学校です、ね、レコール・デュ・レトワル・デュ・マタンっていうんですね、はいはいはい、でそういうとこに行ってて、それでだってあれですよ、小学校の時からフランス語の授業があるんですよ。それで卒業式入学式っていうとフランスの大使が来て、うん、君が代を歌った後にラ・マルセイユズですから、アロン・ザ・ファンドラ・パトリーユって歌うわけです。もういろいろそういう歌舞伎界とか、そうです、世界に。だからこの間亡くなったね、勘三郎さんなんかも我が先輩、僕の7つ上の方です、あの方。
ったのかね。そうだからそういう由緒正しい学校行っててですよ、はい、いきなり18で魚河岸ですよ、はい、え荒くれ男どものね、それまではボンジュールって挨拶をしてたんです。僕はしてないと思います。いやいや行政はそうなの。行政はボンジュームッシューって挨拶するんですよ。魚河岸行ったらあい短くなりますね。そうそう、かなり今までボンジュームッシューって言ってたのがあいあいってこれで終わりですからね。それでもってだから人を呼び止めた、俺を呼び止めたっておいお前おいお前もバカだねって、必ず最初にバカって言葉が入らないとね、喋れない人ばっかりなんで。今魚に詳しい話し家さんって書かれてましたよそう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 、そうあの政治家じゃないけど話し家っぽいかもしれない、ね、いや話し家さんじゃないですよ、話し家、あの本当に本当に魚のお仕事してらっしゃる。そうそうあいってほらあいって書かれてるじゃない、ね、やっぱあいって挨拶いいよね、うん、だからさ貸しがさ水曜日休み今あるじゃないですか、はいはい、ね、そうするとみんなやっぱり魚河岸でもこれゴルフやるわけです、はいはいはい、ね、そうすると水曜日のゴルフ場行くと挨拶があいってだもんやっぱりじゃあゴルフ場行ってあいって挨拶してる方は魚関係だな、貸しの人でしょあんた、あ、なるほど、ね、すぐ分かっちゃうね。で協定所行ったってそうですよね、はい、終わって、あの貸し終わって午前中終わっちゃうから、そのまま平和島協定とか行くとみんなあいってやってるなんだよそのあいって挨拶だよ。そのあいの話終わってもいいですか。あ、いいですよ、さかな TV ですからね。そう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 、で男子さんですかって感じしていますけどもね、はい、あのまあそんなわけで、そんな生田さんが日本の魚文化に非常に警鐘を打ち鳴らすという意味で、はいはい、今回のこのさかな TV とやりたいとおっしゃって、はいはいはい、ありがとうございます。実はこう人形町にありますですね、はい、寿司吉さん、はい、ね、大将すいません、いつもお世話になって、すいません、よろしくお願いします。喋んないです、この人でこちらにお邪魔をしてですね、はい、その魚に関するいろんな話を伺っていこうということになりました、ね、はい、で、あのここのお寿司屋さんですね、うちのお客さんなんですけどね、あの今日はね、あの息のマグロを使ってるな、今日息だよね、そう、息のマグロ、はい、で、あとね、大将無口なんですよ、あれなんですよ、あの明治座がすぐ近くだから、うん、あのあれ、あの人、ほら、藤田誠さんね、はいはいはい、藤田誠さん年中来てたよね、前ね、昔はね、本当無口な大将ですよ。本当。そう。はい。で、そんなね、こちらにお邪魔をしてですね、はい、いろいろ伺っていこうと思うんですけども、どんなことやっていくかっていうのをちょっと1回、2回、3回目ぐらいまで予告してみたいです。そうですね。はい、もうこれでね、あの、随分時間経っちゃいましたけども、うんうん、今日1回目はですね、何やりますか。うん、1回目だから、あの日本の魚が危ない。日本の魚が危ない。日本の魚が危ない。はい。そうそう。危ない。というふうに題して、何がどう危ないのかっていうのから入っていこうと思います。うん、そうですね。はい。で、うん、第2回は。第2回は、うん、あれですよ。実はね、はい、この方。この方。はい。片野歩夢さん。うん。ね、実はね、あれなんですよ。漁業で儲かってないっていうのは、実は日本が、なんか、なんつうの、トップを切ってましてですね。ね、実はね、今海外なんかは結構漁業とか水産業って儲かってるんですよ。日本も儲かってんじゃないんですか。儲かってないよ全然、うん、だからまあ多分片野さんが来たら話すと思うけど、日本っていうのは今あれですよ、あの漁業者の平均年収っていうのは300万前後ってことですよ。年収、年収は、へー、そうですよ、 AD 並みですよね。え、うん、AD だってもうちょっともらうね。いや、そんなことないか。で、AD 並みで、それで、要は就業者の、平均年齢が65歳と言われてますよね。うん、高齢ですよね。高齢ですよ。実は、この本にも書いてありますけれども、知ってるかな、北欧のノルウェーって国、知ってる、はい、知ってますよ。はいはいはい、あのノルウェーでは、平均年収が1000万超えてるらしい、漁業者。全然違うじゃないですか。そうなんですよ、うん、それで今だからさ、結局日本は65歳が平均年齢だって言うけども、儲かんないから若い人行かないわけよ。あ、要はギャラが悪いから ね、ギャラが悪いから若い人行かないわけでしょ。で、ところがノルウェーなんていうのは1000万以上超えてて、平均年齢30代ですよ。へえ。で、平均年齢30代の上に漁業者になりたいってやつが次から次へといっぱいいるんですよ。行列ができてるってのは。スウェーデンなんて大儲けしてるよって書いてるし、いましたけど、ね、そうそうそう、はいはいはい、書いてあった、うん、いや勉強してんな、すごいな、偉い偉い偉い、はい、偉い。いやでも本当そうなんですよ。そんな話を第2回でやって、そうだから、この人は、はい、まあ業務柄、はい、ノルウェーのね、はい、あれを20年ぐらいずっと見続けてる人ですから、はい、だからノルウェーの漁業がどういうふうになって今のノルウェーがあるかと、はい、いうことをお話ししていただき、はい、片野ゲストに迎えます。片野歩夢さんね、はい、で、はい、この人はもうサブレギュラー、はい、サブレギュラーもう決定、はいはい、うん、で第3回は、第3回は、はい、3月8日にやるやつですけども、はいはいはい、今日本を持ってこなかったけれども、 あ、 ね、忘れた、日本の
タフネゴシエーターと言われてる、はい、あの小松正幸、はい、現政策研究大学院大学教授に来てもらう、はい、もともとは水産庁、そうそうそう、もともとは水産庁の子役人で、はいはい、あの子役人とか言わなくていいですから、そうかそうか、水産庁のコッパ役人、はい、あ、いやいやいや水産庁の役人さんで、はい、あの今だから今から20年ぐらい前にあのクジラの国際交渉ってあったんですよ。クジラを取っていいとか取っちゃいけないとか、ね、うん、要は国際捕鯨委員会っていうのがあって、はいはいはい、IWC っていうのがあって、日本はクジラを取りたい、はい、でも海外はクジラは頭が良くて可愛いから保護しましょうって、うん、可愛いかねえなんだものね、うん、っていう話になって、でそれで要は日本はさクジラを取りたいって言ってアメリカとカナダ相手に大喧嘩やった親父ですよ。だから、ね、なかなかでかいところに歯向かってった人ですね。そうですよ、だから国際会議であの議長とかやるでしょ、これ本人から言うと思うけども、議長なんかやった時にはカナダとアメリカのやつが一生懸命手を挙げてるのをこっち無視してたそれでもってカナダのやつが手を挙げる瞬間にバン、はい閉会とか言って終わっちゃったなかなか気骨のある人じゃないですか。そうしたらね、だけどカナダとアメリカのやつに褒められたって、やっぱり国益を守るためにはあれでいいんだよって。だからアメリカとかでは絶大な人気あるんですよ。でもクビになったんでしょ。で結果あんまりアメリカに歯向かっちゃったから、当時の木が3つついてるね、はい、総理大臣に、はいはい、このあれ、はい、ラグビーやってて、はいはい、あれにちょっちょっと言われて、小松くんって言われて、はい君クビってクビになっちゃった。うん、それで独立行政法人に飛ばされて、はいはいはい、それで独立行政法人も結局追われて、はい、それで今や大学教授。へえー、それで今ね政策研究大学院でなんだっけ、海外の官僚候補生に国際交渉のやり方を教えてる。でその人が3回目のゲスト、そう3回目のゲスト、それで要は日本の水産資源について語ってもらおうかなと。まあ大体こんな感じでですね、魚についていろいろお話をしていこうというふうな番組になっていくわけですね、うん、そうですね、はい、もうほら時間半分経っちゃった、時間半分経っちゃった今日、ね、俺喋りすぎ、大丈夫大丈夫、なんとかするから、だからMC 君だから ね、うまくまとめてくれないと困るんだよ、本当にね、まあ、その辺はもう持ってから。そう、頼む、待ってるね。元日本テレビだから、それで、生田さん、今日、まあ、はい、あと、まあ、10分ちょいぐらいですけども、1回目の話ですけども、日本の魚が危ない。危ない、危ない。危ないっていうのは、うん、食べると危ない。いやいや、食べると危ないって言ったら下痢しちゃうとかね、ノロウイルスがありましてとか、そういう話じゃないんですよね。あのね、結局ね、今、だから、うなぎ。うん、なんだっけ、日本ウナギが絶滅危惧種に指定とかになった、はい、だから、あれですよ、今このまま放っとくと、第2、第3、第4、第5のウナギが控えてますよ。全部ウナギ？だから、違うよ、わかんねえ男だな今だから、結局ウナギが減っちゃったわけじゃないですか、はいはい、あれは、いわゆる乱獲ってやつなんですよね、だから取りすぎちゃったわけ、うん、で、実はその次に飛鯨士はサバあたりがやばいんじゃないかっていう。ウナギの次にもうサバって。サバ寿司のサバ。そう、サバとビア、サバとビアのサバ。違うと思うんですよね。違う、うん。そのサバを、これはもう危ない。サバも危ない。サバはもうとっくに危ないんですよ、実は。マサバね。だから最近スーパーなんか見てみると、マサバじゃなくてゴマサバが結構置いてあるんですよ。差がわからない。いやいや、見りゃわかるんで。見りゃわかる。一回だからゴマサバとマサバっていうのを見比べてみれば、ああこれがゴマサバね、ああこれがマサバねって分かるよ。マサバが圧倒的に減ってるんですよ今。へえ、それも乱獲、乱獲、もちろん乱獲。じゃあウナギ、サバときて、はい、3つ目は何いきますか。これやばいよ、マグロマグロ、もうマグロ出てくる、マグロ出てきちゃう、ウナギ、サバ、もうマグロ。いや下手したらサバ追い越してマグロいっちゃうかもしれない。マグロの仲卸ですか。そうです、そうです、だから深刻なんだよこれ本当にですよ、ね、いやいや本当深刻。それでそういうねデータ的なことは今度出るね、うん、その片野さんとか小松さんとか、うん、あと三重大の准教授の勝川先生って、ね、うん、さっきの本があったでしょ、こっちの、そうこの本書いてる、ね、そうそう、漁業という日本の問題、勝川俊夫さんね、うん、この人三重大の准教授、うん、でこの人なんかにそういうねデータ的なことは喋ってもらえばいいんだけど、うん、俺らねやっぱね観念的にですね、俺が貸し行ったばっかりの30年前、うん、あれですよ、ね、夏場になって三陸の巻き網の本マグロやると、うん、1本150キロぐらいのがゴロゴロいた。へー、それが今実
150キロって、この間なんかほら正月にえらい勢いで1億何とか1億5000万ね、うん、あれ何キロぐらいですか。あれは220キロ。あ、大きいんだ。大きい。いやだからその150キロぐらいのマグロがゴロゴロあったんですよ。それでマグロっていうのは一本一本競るんだけど、その時にあまりに多くて10本株で競った。150キロのもんが10本あんだよ。でそれでハイグラってやるんだ。大雑把な商売なの。大雑把な商売ですよ。だから昔はそれだけ魚がいっぱいいたんですよ。でそれが今巻網っていうのは三陸はもう今ほとんどダメで、今境港になっちゃった。で境港で30キロぐらいのマグロになっちゃった。また小ぶりになりましたね。5分の1ですよ。5分の1だから。この本にもね書いてあるけど、マグロっていうのはね30キロより大きくなってから初めて子供を産むんだ。だから子供を産む前のマグロ取っちゃって、はうん、だから次世代がどんどんいなくなっちゃってる。幼児虐待状態です。だからあの少子高齢化。あ、高齢化してねえか。少子状態になっちゃう。でね、その、うん、まあ、あのうなぎがまず今絶滅危惧種で、次にサバかマグロが来るよ、はい、っていうふうな話がありましたけども、はいはいはい、これは原因は今乱獲っていう。いや、あのね、よくね水産庁とかね、あと大手マスコミの報道だとね、うん、環境の悪化もしくは、はい、なんだっけ、乱獲があって、はいはい、環境の悪化って確かに環境の悪化もあるんだけど、はいはい、温暖化とかそういうものがさ、はい、だけどそれ以上にやっぱり日本人で取りすぎたよね。魚を取りすぎた。でもほら最近だと例えば中国でマグロとか寿司とかが評判になって食べちゃってるとか、ヨーロッパ人も魚が結構いいなって食べ始めてる、うん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 、そこあたりなんじゃないんですか。いやいや、まあそれも確かにありますよ。だからこそ、そうなったからこそ本当に資源管理していかないと魚枯渇しますわ、これ。このまんま。だから学者の中ではね、小松さんの中いいんだけど、カナダの学者かなんかが40年後に海から魚が消えるっていう学説言ってる人もいるんだよ。40年後近いですよ。近いよ。そうだよ、俺ら生きてないけどね。40年。俺生きてたいな。生きてたいの。95。やめたお前よ、95になってよ、やっぱなっちゃってしわしわになっちゃって、あの小倉淳こんなになっちゃったよとか言われたさ。でも95でもマグロ食べたいなとか思ってるかもしれない。歯なくなっちゃったかもしれない。いやいやいや、そんなのはいいんだけど。あ、そうかそうか。で、その取りすぎるっていうのは、うん、どうして取りすぎる。いやだから結局それっていうのはもうその流通というか、そのニーズがあるからだよね。なんか取りすぎるって言っても、うん、なんか僕らもニュースでよく扱うんだけども、はいはいはい、例えば初荷みたいので、はいはいはい、こう網からジャーっていっぱい魚が出てくる絵があるでしょ。 あれが取りすぎなの。いやだけど、あ、だから取りすぎなんですよ。だからね、日本っていうのは実は乱獲の歴史を非常にやっていて、一番有名な話っていうとニシンですよ。あ、ニシンそばの磨きニシン、ね、ニシン、そうそうそう、はい、今の磨きニシンはベーリング海ですよ。国産の、悪いけどないんだよ、ニシンっていうのは。あのね、数の子あるでしょ、はい、数の子っていうのはニシンの子でしょ、ね、はい、悪いけどこれ見てる人、あとこの中にいる人たち、ね、年がね40代から下の人っていうのは国産の数の子食ったやつは一人もおらん。断言するな。そうだよ、だって取れなくなっちゃったんだ全く。だからあの石狩バンカって北原美玲の歌あるじゃん、あれからニシンはどこへ行ったやらってなるでしょ。いやいや、そういう石ですね。ね、そうでしょ。だからあれからニシンはどこへ行ったやらって言って、ニシンがいなくなっちゃったんだ。で昔だって、その昔あのニシンっていうのはあんまり海にいっぱいいて船が浮き上がっちゃったって。ニシンが海にいっぱいいるせいで、そう、船が上に乗っかっちゃった。そうそう、ニシンの上によっこしょって乗っかっちゃったって。まあ、それは本当か嘘か分かんないけど、そういう話があったほど、要はその海全体が銀色に見えてニシンが大量にやってきた。でそれを取って取って取り尽くして、取りまくった結果値段安にしちゃった。そうだよ。だからあの今食ってる数の子っていうのはカナダかアラスカかオランダだよ。一番高級って言われてるのがカナダね、2番目がアラスカで、具にもつかねえ、通販でやってるような、松前漬けなんかに入ってる、具にもつかねえ、なんか、噛んでもさ、スポンジ食ってるような、数の子あんじゃない。あれはオランダ。さんが感じることだからね。いやいや、まあそうだけど、あれはうまくないよ。だからそういうふうにやって、絶滅させちゃったんですよ。はぁ。だからね、なんでそういうことになったかっていうとね、結局ね、要は、商売っていうのがどんどん大きくなっちゃったじゃないですか。
はい、それで要はそれに間に合わすためにガン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 行くようになっちゃったね。もうスーパーに行こうが、うん、そうそうそう、それこそコンビニに行こうが、そうそう、だからさ、うなぎが一番いい例で、うなぎっていうのは昔はだってうなぎ屋行ってうな重しか食えなかったわけじゃないですか。まあまあ高級な、そう、高級な食い物ですよ。なんかそうだな、こうお祝い事があったとか、そう、今日は小倉さん来たからじゃあうなぎにも食いに行きますか、親戚に来たとか、ね、そうそう、うなぎか寿司ですよ、うん、だからうちの親父がそうだった、今日は儲かったからうなぎか寿司にしようって言ってた、うん、うん、まあ、ごめんね安易な安易な親父だったってことで言いたかった。大丈夫大丈夫、はい、でだからうなぎがいつの間にかどん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 低価格のものになってったんですよね、うん、だって本当にスーパーでも何百円、そう、何百円だし、うん、いつの間にかお持ち帰り弁当屋に置いてあったりとか、あるあるある、ひでえ時あの吉野家のやろ、おいしさもね、牛丼屋に、うん、400円とか300円で売ってたんですよ、うなぎを。安いですよね。だから結局そういうふうにやって乱獲してどんどん価格を下げて、それでその目先の商売はよくしたのよ。だけども結果こっち側で資源がなくなっちゃった。どうする？本当にね、これね、マジでうなぎっていうのはこれから10年後なくなるかもわかんないよ。食えなくなるかもしれない。絶滅危惧種だから、ね、だから本当に絶滅するって日本うなぎは。アンギラジャポニカって言うんだけどね、うん、あ、そういう名前なんですか。そうそうそう、学名アンギラジャポニカ。これな、なんだろうな、うん、まあ、うん、いっぱい取る、市場に出る、うん、我々が価格が下がる、安く買える、うん、いいじゃないって思うんだけども、うん、それ反対から巻き戻すと、うん、安くていっぱい買わせてくれ、うん、そのためにいっぱい流通させる、うん、そのためにいっぱい取る、いっぱい取る、魚いなくなる、そうと、元は安く買って食べたいなって言ってる、だから我々、そういうこと、そういうことだ。いいとこに気づくね。やっぱり違うね。いやいや、やっぱり大学教授だね。さすがこの人は江戸川大学で教授です。いやいや、マスなんとか学、マスコミ学科、ね、マスコミ学科の教授ですね。さすが、そうか、うん、でもなんだろうな、食べたい、だから食べるならちょっとでも安く美味しいものとか思う、うん、だから我々がそういうとこ欲しがっちゃうからいけない。だからあの高度成長の時代とかそういう時代いいと思うんですよ、良かったと思うんですよ、その時代に合わせてね。だけど我々っていうのはもう今うなぎに代用されるように資源枯渇っていうのを目の当たりにしてきてるわけですよね、うん、だったらここら辺で一回反省して、あの魚に代用されるまあ食べ物に対する考え方は変えるべきじゃないかなと思ったわけですよ。いつでも安くてどこでも何でも食べられるっていう感覚ではなく、そうそうそう、だから一定の値段のものをちゃんと食べて、それであの要はサスティナブルだ、こういう言葉使いたくないんだけどさ、サスティナビリティ、ね、サスティ、持続可能ね、はい、うん、だからこれこのまま放っといて乱獲どんどん繰り返していけば、要はあの魚っていうのは要は普通に生殖活動があって新しく生まれてそれが成長して、うんうん、っていうサイクルでやってるわけじゃない、うん、そこで人間が行ってガバッガバッと取っちゃえばなくなるのは当たり前ですよ。悪いよ悪い代表みたいなもんだよ。悪い、どうだよ、元日本テレビだ。いやいや、それ関係ないでしょ。だってだって日本テレビで煽ってたじゃない、日本うなぎが安いですとかやったでしょ。このうなぎが安くて美味しいですよね、安くて美味しい、やっぱりこれだけ安く食えるんだからいいですよね。そうそう、このスーパーでものすごいドーンと出しますよとかやったでしょ。やりましたね。あの頃のうなぎっていうのはね、実はね、うなぎっていうのは一回ね、この資源枯渇の詐欺になったことある。その前にも、前にも以前にも、でいつ頃だかわかんないけどね。でその時に日本人は、今も報道はそうですよ、例えば日本ウナギがなくなった、実はアフリカに似たような種類がありましたから、これがね、まさにテレビでそれやった。そうそうでしょ、そういう報道があって、いや安心ですねって、安心じゃねえっつだバカ者いやいや本当に、うんうん、ね、それでそれと同じことを今からだいぶ前にやって、ヨーロッパウナギを絶滅させたんだよ日本人が。うん、だから今ね、あの夜のお菓子うなぎパイってあるね、はい、浜名湖名産の、はい、あのうなぎパイにはあの書いてありますよ、あのこのうなぎパイにはヨーロッパうなぎは使ってませんって書いて。へー、だから絶滅させて、要は国際的にバッシング浴びたことあるんですよ。ってことはヨーロッパ近辺の人は怒ったんじゃないですか、うん、怒った怒った。だけどあのね、あんまり食わねえからうなぎ、まあね、日本人が多い、ね、そうそう、だからほとんどあのそのヨーロッパウナギの稚魚を全部こっち持ってきて、こっちで大きくして、それで安く売ったわけですよ。はは、だからね、あの1億5000万の話と一緒、欲の皮突っ張かっちゃってんだ日本人は。ああ、でも美味しいもん安く食いたいとか無理なんだよ、うまいもんは高いんだよ
うまいもんは高いんだ、ね、うまいもん高いんだよ、うん、安くてうまいなんてね、そんなね矛盾あるもんが世の中にあると思ったら大間違いだぜーだ。あーね、あーそうか、うん、なるほどな。そうどうなんだろう、あ次は魚屋さんのお店から中継でって書いてる。いいよ、でも寒いよ寒いよね、寒い、かなり寒いよ、風が吹き、これもう少し春先になったら考えますけどねいや生田さんってことは、うん、まあ、この番組のベースになってる魚 TV っていう思いは、うん、はい、我々消費者がちゃんと魚のことを考えて、うん、そう魚のこと知って、いや知って実はね今やっぱり消費者の皆さんはあまりにも知らなすぎるんですよ。だって報道してないじゃない、うん、で勉強する機会もないじゃないですか、うん、だからそれをなるべく、魚っていうのは今だからうなぎがやばくなったよ、その次サバかもしんないよ、その次マグロかもしんないよ、マグロ好きでしょ、だったらそんな3回食うとこ1回にしたっていいわけじゃないですか、うんうん、それで今まで、100円で食べてたらそれを300円にあげたっていいじゃないですか。その代わり我々の子供とか孫とか、そのまた子供孫なんかがね、未来永劫美味しく、やっぱり日本の魚美味しいねと言えるような、うん、風になったらいいなと思ってるわけです ね、それで検定始めたんだ。あ、そう、だからその今規制を強化するのっていうことを書いてして、うんうん、そうじゃなくて、うんうん、規制っていうのは法律でこうしましょうとか、そう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 、政府がなんだかんだしましょうとかっていうんじゃなくて、うんうん、逆に食べる我々の側が食を大事に、そうそう大事に、だからそこのね意識ってすごい大事だと思う。だから規制っていうのは多分最終的にはかかると思うんですね、うん、かかるけれども、その規制かけるのを要は強制的にやるんじゃなくて、もうだって消費者がそういう頭になっちゃってるじゃないと、うんうん、だったら時代遅れの漁業をやめようよと、うん、管理型の漁業をちゃんとやろうよって自主的にやったら、これはもう最高でしょ、うん、まあそんな甘くはないだろうけどさ、うん、消費者の考えはね、そういう思いは薄いですとか、うん、まあ言うのは簡単だけどって話ですけども、うんうん、まあこの番組で、そう、そういう意味で皆さんの食に対する考え方、うんうん、特に魚というものに対して考え方を、ね、一緒にちょっと勉強するってことですけども、はい、まあ、生田さんに教わりながら考え方をちょっと変えていく専門家の方々の話聞きながら、はい、ちょっと俺たち考え方は甘かったなっていうところがあるようだったら変えていくってことですね。 そうね、うん、それがすごくいいことだと、はい、やっていきたいなと思いますけど ね、なんかちょっと楽しみになってたね、はい、ということで魚 TV、はい、1回目はですね、はい、日本の魚が危ないという、まあ、全体的な問題提起です。はい、はい、問題提起、次回第2回からですね、さあこの魚はどうなっていくのかってことを、ね、生田さんを中心にいろいろ話を伺って、うん、ね、だから次は要は儲かる漁業、儲かる水産業っていうのが、はい、実は海外で成功してる例があるよと、はい、そういう話を聞いて、はい、我々もそっちの方だから、それと日本が今どう違ってるのかっていうところを見ていければと、はい、いうふうに思ってます。はい、はい、ということで、はい、さかな TV、はい、これ毎回毎回やってきますから、ぜひ皆さんもご参加いただいて、いろいろ書き込んじゃってください。お待ちしております。 次はいつだっけ。次はね、19日か、今月の19日だっけな、はい、来週の火曜日ですね、来週の火曜日、はい、また夕方4時ぐらいからですね、お目にかかります、はい、こちらでやらせていただきますんでね、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、はい、はい